日野井康隆は日本のレーシングドライバー、実業家、広島県出身、血液型は B 型、日野キ・康隆名義でも参戦している。1988年に FJ1600 でレースデビューし、1990年にはバブル景気の真っ只中で40代、近い参戦台数を数えた全日本海産、選手権にステップアップし、好成績を収めた。 また同年には、インターナショナル海産リーグにも参戦した。1991年にはフォーミュラボックスホールのイギリス選手権に参戦した。1992年には全日本海産選手権に戻り、復帰第一戦目でいきなり3位表彰台を獲得したほか、フォーミュラ1日本グランプリの前座では2位を獲得した。また、インターナショナル海産リーグにも再度参戦した。 1993年は日本のトップカテゴリーの全日本海参前選手権にステップアップし中島企画から参戦した。1994年にかけての2シーズン参戦し最高位4位を獲得した。2シーズンともにチームメイトは影山雅彦であった。1995年以後はフォーミュラレースからツーリングカーレース中心になる。この年は 全日本ツーリングカー選手権にユニコースアルファロメを155で参戦したほか N1 耐久にも参戦した2018年もスーパー耐久、s t 3クラスに参戦している1996年に全日本 GT 選手権に参戦1998年より毎年参戦をするまた2002年から2005年はタツノコプロとのコラボレーションによってアニメ マッハ555の主人公である、三船強の名前で活動するようになった。マシンは、モスラー MT900R とビマック RD320R、フェラーリ360モデナで、もちろんこの間に乗った車はすべてマッハ5カラーに彩られた。ルマン24時間レース参戦時2006年からは、占い師の鑑定で、本名に戻した方がいいと言われ、再び本名で、 レース活動を行うことになった。そのおかげか開幕戦で優勝を飾ることができた。この勝利は、ヒノキー本人の初優勝だけでなく、所属チームのジャロックの初優勝、チームメイトであるマルコアピチェラのスーパー GT 初優勝、ランボルギーニにおける選手権がかかるカテゴリーにおける世界初優勝と、まさに初めてつくしの優勝となった。2007年には、 ジャロックからルマン24時間レースに参戦したほか、同チームからスーパー GT にもシーズン参戦した。その後もスーパー耐久をはじめとする国内外の数々のレースに参戦し、2017年現在はグローバル MX-5 カップジャパンなどに参戦している。近年は自動車評論家として多くの自動車雑誌において海外の最新のロードカーのテスト市場や、 インプレッションの執筆を行う。さらにフェラーリの公式イベントでは、フェラーリチャレンジや、フェラーリ回 XX から、フェラーリの F1 ンの F2001 まで乗りこなすことで、日本一のフェラーリ乗りと称される。また、モータースポーツイベント企画会社、ファーストレスポンダーを経営している。なお、レース中の真剣な姿や、自動車雑誌での的確なインプレッションとは違い。 ひょうひょうとしたとぼけたキャラクターから、レース界切ってのいじられ、キャラと言われている。ありがとうございます。